三段ジャンプ耐久高速でやっていきたいと思いますので、こういうことめちゃくちゃ面白いじゃん。ちょっと待って、でもこれ耐久スイッチあるか、あ、違う、オンスイッチ何回か押さないといけないってこと、それで、P スイッチを押して終わりみたい。あ、違う、ちょっと時間結構きついな、もう一回やり直すか。いや、でも正直俺ね、三段ジャンプ得意だから、ミンバトで結構こういう感じのコースやってっからさ、多分水、あ、ちょっと、いや、待って、帰りミスんのは違くない？え、それでももしかして無理かな、帰り、こうやってミスるというかさ、帰り、たまに、ブロック当たる時あるんだけど、それでももう時間間に合う。これも無理かな、それだったらかなりきついぞ、このコース。マジで、あ、じゃあ普通にミスったー。正直この一番三段ね、練習しないとできるようになんないけど、慣れちまえばもう余裕なんだよね。もうあの、リズム感よ。パンパンパンみたいな感じでやっちまえば。はい、もう100発100中、さっき見てたけど。なさっき余裕で、いや、余裕でミスったけど、はい、でももうミスりません。もう、あ、オッケー。なんでミスられて、たまにね、早口で言ってるとゴミがおかしくなるとき、はい、ありがとうございます。余裕でございます。ということで、お前それは聞いてないって、お前ふざけんなよ。